これまでに WTA ツアーでシングルス4勝を上げている。身長180センチメートル、体重69キログラム、右利き。バックハンドストロークは両手打ち。自己最高ランキングはシングルス9位、ダブルス46位。トゥズラで生まれたペトコビッチは生後6ヶ月でドイツに移住。6歳からデビスカップユーゴスラビア代表であった父の ゾランの手ほどきでテニスを始める。2006年にプロに転校し、2007年全仏オープンで予選を勝ち上がり4大大会に初出場。1回戦でやるミラガイドそばに4から6、6から3、6から3で勝利して、初戦を突破、2回戦でマリオンバルトリに6から0、2から6、3から6の逆転で敗れている。ウィンブルドンは、 高尾エリカに敗れ予選で敗退したが、全米オープンでは本戦にストレートインを果たし初戦を突破した。2008年全豪オープン1回戦のアンナ着ベタゼ、との試合中に右膝を痛め、第1セットの途中で棄権した。人体を切る重傷で8ヶ月間の欠場となった。2009年7月のバートガシュタイン大会で短服で、初の決勝に進出。 シングルスの決勝で、イオアナ・ラルカ・オラルを6-2、6-3で破り、ツアー初優勝を果たした。ダブルスは、決勝で破れ12優勝に終わっている。9月のトーレ・パンパシフィック・オープンでは、予選から勝ち上がり、2回戦で、スベトラーナ・クズネツワを7から5、4から6、6から3で破る主君を挙げた。2010年6月のスヘルトヘンボス大会で2度目の、 決勝進出を果たしたが、ジュスティーヌ・エナン、263、36、46で敗れた。全米オープンでは1回戦で、第17シードのナディア・ペトロワを6から2、4から6、7から6で破り4大体開発の4回戦に進出した。4回戦では、第7シードのベラ・ズボナレは216、26で完敗している。二千十一年開幕戦のブリスベン国際で三度目の、 決勝に進出。ペトラ首飛ば236、16で敗れて、準優勝となる。前後オープンでは3回戦で、ビーナス・ウィリアムズが途中棄権したことにより4回戦に進出。4回戦では、マリアシアラポワーを62、63で破り初のベスト8に進出した。準々決勝では、リダニー26、46で敗れた。3月のマイアミ大会では4回戦で、 世界ランキング1位のキャロライン・オズニアッキを7から5、3から6、6から3で破り、ベスト4に進出。ストラスブール大会では決勝でマリオンバルトリの途中棄権によりツアー2勝目を挙げた。全仏オープンでも全豪に続き、ベスト8に進出した。ウィンブルドンでは3回戦でクセーニア・ペルバクに破れたが、全米オープンでは全豪。 全仏に続き、ベスト8に進出した。準々決勝では、キャロライン・オズニアッキに1から6、6から7で敗れた。10月の中国オープンでは、決勝で、アグニエシュからドアンスカ257、60、46で敗れたが、大会後のランキングで、自己最高の9位を記録している。2012年全豪オープンは、背中の故障により欠場。 4月のフェドカップオーストラリア戦で3ヶ月ぶりに試合復帰したがサマンサスとサーにー4616で敗れた地元のポルシェテニスグランプリに出場したが2回戦のビクトリアアザレンカ戦で右足首をひねって途中棄権したこの怪我によりまたも長期離脱を余儀なくされ全仏オープンとウィンブルドンロンドン五輪を欠場した全米オープンでは 一回戦で、ロミナ・オプランディニ,ニー26、57で敗れた。2014年4月のファミリーサークルカップ決勝でヤナ・チェペロバを75、62で破り3年ぶりのツアー3勝目を挙げた。2014年全仏オープンでは準々決勝で、サラ・エラニを62、62で敗り始めて4大大,大会でベスト4に、進出した。準決勝では、シモナ・ハレプに二26、67で敗れたが、 度重なる故障からの復活を印象付けた。2016年8月のリオ五輪で初めてのオリンピックに出場したが、シングルス、ダブルスともに初戦で敗退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。年全米回戦の不戦勝は、 通算成績に含まない。ありがとうございます。